子どもの笑顔を広げようキャンペーンです。阿部さん、お願いします。はい、今日ご紹介するのは、今月から仙台でも始まった学校でもない家でもない放課後の子どもたちをサポートする取り組みです。子ども第三の居場所、未来の会所です。今月仙台で初めてオープンした子ども第三の居場所未来。ここに通う皆さんたちが本当に健やかに育つだろうなということ、大きく期待を膨らませております。子ども第三の居場所は、日本財団が全国で展開しているプロジェクトです。共働きや一人親などの家庭環境や不登校が理由で、放課後を一人で過ごさなければならない子どもたちに学習支援を行うなど、安心できる居場所を提供しています。県内では岩沼、白石に続く3カ所目の未来。ここでは子どもたちと一緒にキッチンで食事を作ったり、洗面所やシャワールームで歯磨き、入浴といった規則正しい生活習慣を身につけるサポートも行います。ここから地域の子どもたちが明るく楽しく自分なりに生活できるように、一緒に環境を整えて子どもたちの可能性を広げていけるような施設にしたいと考えております。こちらは去年3月、宮城で初めて開設された子ども第三の居場所岩沼基地。小学生から中学生まで合わせて17人の子どもが放課後に集まり、思い思いの時間を楽しんでいます。夏にはバーベキューやスイカ割りを行うなど、季節に合わせたイベントも定期的に開催。また野菜を育てる楽しさを知ってもらいたいと、プランター栽培も行っています。採りたて野菜の味は格別かと思ったら、みんなやっぱり野菜は苦手であんまり食べないです。でも水まきや土いじりは大好きだそう。岩沼基地で過ごせる時間は午後8時まで。家に帰ったら一人になる晩ご飯もここならみんなと一緒です。オープンから1年余り、初めは人と話すことが苦手だった子どももだんだん自分からコミュニケーションが取れるようになってきたといいます。学校とか家庭でもなかなか安心できなかったっていう子が、居心地がいい場所だと思ってくれているなら、こちらとしてもすごく嬉しい。このように子どもたちの笑顔につながる取り組みが各地で行われていますが、KHB ではアナウンサーが保育園で紙芝居の読み聞かせを行う出張ぐりり紙芝居を毎月開催しています。10回目の昨日は、私と新人の井口亜美アナウンサーが青葉区のみんなの未来仙台赤坂園を訪問しました。紙芝居は KHB のマスコットキャラクターぐりりが登場するオリジナルストーリーです。ジョーが言いました。あれれ、なんだ。ジョーが何かに気づいたようです。グリリー、うー、こっちに来てくれ。この出張グリリ紙芝居は毎月保育園や幼稚園で開催しています。来月はすでに埋まってしまいましたが、8月も開催します。出張紙芝居を希望する施設の方はホームページから申し込みができます。グリリ紙芝居で検索していただくか、画面右下に出ている二次元コードからアクセスしてください。どのアナウンサーが行くかは当日のお楽しみです。たくさんのご応募お待ちしています。